こんにちは、カマキンです。諸事情で今日はちょっと声ちっちゃめでやりたいなと思います。いつもね、あの木曜日にカマキン撮ることにしてるんだけど、あの忘れてたから今9月13日の夜中2時半にやってます。めっちゃ牛蜜時。じゃあ続きから。はい、じゃあエンディング迎えるとわらべ歌編に戻るんで、また船長さんとボートに乗せてもらってるところに戻ってきました。すっげーデジャブ感じるけど、じゃあ A のいつも送迎をしてるんですかにして、わらべ歌編に入るね。小林さんとトールとマリピの3人で帰る準備をするってとこか。歩きながら香山さんが言った。あの雲どこから入り込んだんやろ。マリの部屋でね、雲に襲われたんだよね。で、ここで玄関かなを選びます。玄関から正面突破してきたのかな。入り口はいつも閉まっとる。それにわしらがおらんでもキヨさんの目があるはずや。とにかく気をつけましょう。だってほら、雲の巣の。わしも見たけど、アフナヒソトクカヘレを。危ないぞトクカヘレって読むんはこじつけや。はい。じゃあここね。船長さん呼びはしたんだけど、今日の夕方まで来ないから、つってマリピがね、そこむし村に行きたいって言い出すところかな。どうせ船は夕方まで来ないんでしょ。それまで自由時間にしない？それぐらい私のわがままも聞いてよ。マリピが中心に世界回ってるよな、そこむし村ね。じゃあここで A を選びます。でも、トールは一応反論するってことね。村の後を見て回るだけ。危ないことなんかしないわ。約束するから。マリピにはあれだな。命大事にが通じない感じだな。あー、どっちも新しいね、これ、選択肢。A、だけど。B、じゃあ僕も行くよ。なんか B が、トールも行く感じになってるけど、A は行かないってこと？もうここには二度と来られないかもしれないのよ。私、どうしてもその村を見たいの。おー、選択肢だ。A、いや、ダメだ。B、いいけど僕は行かないよ。C、じゃあ僕も行くよ。ああ、そういうことか。止めるんだ。止めまくるんだ。じゃあ A にするね。僕は頑として許可しなかった。何かあったらどうするんだ。僕は絶対に認めないよ。マリピは冷たい視線を僕に向けた。私はあなたの所有物じゃないわ。自分の行動にいちいちトールの許可を受ける必要があるの。君のためを思って言ってるんだ。ね。あ、そう。それはありがとう。でも余計なお世話よ。マリピはカヤマさんに走り寄った。いやでもなんかマリピとカヤマさん二人っきりってのもなんかやだな。ちょっとパパ活感あって。私やっぱり館に戻ります。船が来るまで置いてください。ああ、かまへんで。うまいもんでも食おうやないか。待てよマリピ。船が来るまでここで待つんじゃなかったのか。あなたはそうしたら、私は私で勝手にするから。ダメだ。離れ離れになったら危険なんだ。そんなこともまだわからないのか。めっちゃ喧嘩してる。では小林さん何も言わない。マリピはもう何も答えず、僕に背を向けて歩き去った。わあ、なんか、細い男二人残されたな。僕は憤然として砂の上に座った。僕の何が気に入らないんだ。次第に日が陰っていく。いいのか？小林さんがぼそりと言った。え？マリピのことだ。ほっといていいのか？いや、それ。ブーメランじゃね？小林さんこそじゃない？でも、好きなんだろ？言ってやれよ。後悔するぞ。いや。あ、ここでそのセリフ来るんだ。青春ドラマの定番じゃん、そのセリフ。なんだよそれ。僕は立ち上がり、尻の砂も払わずに駆け出した。ジャリジャリしちゃうよお尻が。それほどの距離ではないはずなのに妙に長く感じられた。アプローチが長いな。やっと黒い壁が見えてきた時はほっとした。おう。だがすぐにバクとした不安が胸に湧き上がってきた。静かだ。この画像も初めて見るかな。この斜め上からのやつ。静かすぎる。うん。まるで誰もいないみたいに。マリピー！マリピー！返事はない。僕は走った。マリピー！カヤマさーん！館の中はしんとして静まり返っている。
食堂にも厨房にも応接室にも人の気配はない。みんな消えたの？それ2階だろうか。階段を駆け上がろうとした時、背後でカタリと音がした。通る？振り返るまでもない。マリピの声だ。うん。僕は安堵のため息を漏らした。うわ、なんか不気味だね。何これ？ごめんなさい。いいんだよ。気にしちゃいないさ。そう言いながら振り返った時、僕は呆然とした。どうなってんの？それ乗せられてんの？ごめんなさい。あなたの言うことを聞いていればよかった。そこにはマリピがいた。やば、斜めになって宙に浮いている。え？ん？あ、抱えられてるわけじゃないの？浮いてんの？いや、そうではない。その体を牛のように大きな雲が8本の足で抱え込んでいるのだ。あ、だよね。雲の牙はマリピの首筋にしっかりと打ち込まれ、そこからは数本の赤い糸が床に落ちている。地下。ごめんなさい。あなたまで死なせることになって。いやいや、まだ死んでない。まだ死んでないよ。間に合うよ。多分知らんけど。そこまで行って、マリピはがくりと頭を垂れた。そして、大雲はマリピの体を離すと、僕に近づいてきた。うわあ！そして、僕をゆっくりと抱擁したのだった。うわあ。おわ。ああ、そういうことか。なんかね、エンディングの名前が最後の抱擁だったから、なんかマリピといい感じになるのかなって思ったけど、雲とハグする感じだったのか。騙されたな。いや、でも今の淡々としてるけど不気味な雰囲気ちょっと好きだったな。じゃあ次の気になるエンディングを見ていこうかな。マリピと大喧嘩してるところ。ここで B を選ぶと、それが見られるらしい。いいけど僕は行かないよ。完全に決裂してるな。マリピは僕を冷ややかな視線で見つめた。しかし、こればかりはどうしようもない。まあ私もトールだったらこうするかな。君子危うきに近寄らず。これが僕の人生哲学だ。急にどうした？急にどうした？急に賢ぶってどうした？ちなみに君子は君子ではなく君子と読む。知っとるわ。よっしゃ、わしが案内したろ。ついといで。加山さんが先に立って歩き出した。小林さんはどうするんです？僕が尋ねると、小林さんはかぶりを振った。君子危うきに近寄らず、嘘？マジで？期せずして人生哲学が一致したわけだね。急にどうしたの？なんで二人とも急にそんな、うんちく喋りそうな感じになってんの？もちろんマリピのことが心配でないわけではない。が、彼女も大人だ。自分の行動に責任を持てる年齢なのだ。なんかでも小林さん、何これ？やば。なんだっけ、時軸の角の好みじゃん。すごいね。くっさそう。二人が戻ってきたのは一時間ほどしてからだった。ってか待って、ほんと。クソコラ感半端ないけど、でも、こう抱えてるものも別に実在しないものだから、すごいリアルな作りだね。なかなか楽しかったわ。江戸時代の小屋なんかが残ってて。ほとんどは崩れかけてたけど、中にはまだ住めそうなのもあったわよ。え、ってか普通に帰ってきてるな。危ない目には合わなかったかい？とんでもない。クモもいなかったし。え？何それ？二人ともバナナに似た果実を両手に抱えきれないほど持っている。ホクホクじゃん。何なんだいそれは。よくわからんのやが、村のあっちこっちに生えとるんや。なかなかうまいで。でもなんかネチャネチャしてるんでしょ、絶対。食べてみたんですか？と小林さん。マリピはうなずいた。うえぇ。どうなんだろう、これ化けるのかな。加山さんが先に食べて、すっごく美味しいって言ったんで、私もかじってみたら。そしたら、美味しかったのかい？ほっぺが落ちるかと思ったわ。もう天国の味っていうか、こんなの生まれてから一度も味わったことないわ。二人も食べてみたら？じゃあ僕たちももらおうかな。大丈夫これ？本当にただのバナナの新種みたいな世界線。うわぁ、やだやだ。
僕と小林さんはその果物を手に取ると、皮を剥いて頬張った。いやなんかめっちゃ不穏な曲流れてるしてかもう暗いつき方がねもうやばいよね。うまい。小林さんは当然とした表情ですでに2本目に手を伸ばしている。どんな味なんだろう。僕も負けては折れない。急に口調どうしただからははまるでガキやな。なんぼでもあるからお土産にしたらええがな。ガキってなんか子供って意味じゃない方のガキだよね。加山さんが腹をゆすって笑った。うわ不穏すぎる。タン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 。えこれどこにいんのこれ。船の上かこれ。びっくりした。なんか一瞬線路の上に見えた。待ちかねていた船がやっと来た。乗り込んだ僕たち三人は加山さんに手を振りながらも美味しい島のお土産を食べ続けた。一体なんていう果物かな。小林さんは首をかしげている。え、てか取りすぎじゃない？乱獲じゃん。さあ、多分あの島にしかない特殊な果物じゃないですか。名前なんか気にすることはない。こんな美味しいもの食べない手はない。でも、いろいろあったけど、終わり良ければ全て良しね。こんな美味しいもの食べられたんだもの。マリが満悦しきった表情で唇についた、果肉を拭っている。そうだね、こうして僕たちは無事だったんだしね。僕たちはそっと手を握り合った。もうみんなおかしくなってるねこれ。タン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 。船のエンジン音が楽しげに僕たちの帰途を祝ってくれているようだ。ここで終わるの。ちょっとすごいな。え、これさ、これさ、あの実を食べるとどうなるか知ってるからこそ不気味になるよね。不気味っていうか、恐ろしさが増すよね。怖。そう、エンディングの名前が偽の帰還でした。こう、なんていうか、その後を予想させるような不気味な終わり方だね。いやー、でもちょっと待って、気になるエンディング多すぎるんだよな、なんか。結局。じゃあ次の気になるエンディングに行きますね。第8章、底虫村に入ったところからかな。底虫村に入って、誰についていくかの選択肢か。ここで小林さん選びます。小林さんと一緒に行動。もういきなり。いきなり。てかさ、さっきのさ、エンディングの乱獲具合から見るとさ、これ全部持って帰ってきてたよね。そこには高さ2メートルほどの黒い木が十数本生えていた。白い花が咲いている枝は空を向いているが、先端に黄色い実をつけた枝は垂れ下がっている。実はたくさんなっており、ちょっと見たところは小ぶりのバナナのようだ。どうしたんですか？いやー、変わった植物だなと思ってね。そう言われてみれば、枝などは黒光りして、カブトムシを連想させる。そこへ、加山さんとマリピが来た。うん。ああ、その木やったら、山の方にもたくさん生えとるわ。変な匂いがするから、わしはあんまり好きやないけどな。この辺の会話なんとなく覚えてるな。小林さんは、食べた。格の好みを食べて、トールも食べる。一噛み二噛み。甘い果汁が口いっぱいに溢れ出す。この辺から読んでないのかな？いける。いや、うますぎると言ってもいい。僕は口の中の果肉を飲み込むと二つ目に手を出した。いや、ほんと何回見ても気持ち悪いこの実。ブヨブヨしてそう。そして三つ目。僕は次々と実をもぎ、口に入れた。トール君、備え食べたら体壊すで。そうよ。少しならいいけど。いや、少しもダメだ。だが僕は食べるのをやめなかった。なんというか手が勝手に動く。いくらでも食べられる。僕は機械のように手を動かしその実を食べ続けた。痛い。鈍痛が腹部にあるもうダメになってんじゃん。もうどうやら食べ過ぎで胃が悲鳴を上げているようだ。あ、毒とかじゃなくて食べ過ぎの方で。だがやめられない。胃のキャパオーバーか。僕は腹痛をこらえ豚のようにむしゃむしゃと口を動かす。トールがフォアグラになっちゃう。キャビアだっけ？フォアグラか。そんなにうまいんやったら、わしも食べてみようか。
わー、加山さんが果実の一つをかじった。ほんまや。こら、めちゃくちゃうまいわ。めちゃめちゃうまいわ。驚きの声を上げ、加山さんは僕の前から身をいくつも剥いだ。僕は奪われてはならじと、その身を取り返した。ならじ。ケチ臭いことをせんかて、向こうにもなんぼでもあるわい。加山さんは別の干木のところに走っていった。マリも好奇心に負けたのか、一つを口にした。おいしい！生まれて初めて！はしゃいどる。僕がニコニコとうなずき、マリピのためにいくつか身を分けてあげた。痛い。腹痛が限界まで来ている。え、なんでさ、腹痛起こすって分かっててさ、食べちゃうんだろう。でも食べなければ。もはや義務か。やば。てか意外と背低いんだな、木の。そんなしゃがんで枝に届くぐらいの背丈なのか。ふと我に返ってあたりを見回すと、他の三人が獣物のように果実を食べている光景が目に入った。小林さんは地面にうずくまり、両手で果肉を口の中に押し込んでいる。加山さんは枝に直接口をつけて、鹿か何かのように果実を食いちぎっている。マリピはいくつもの果肉の皮を先に剥いてから、一度に口に入れている。うわぁ。もう猿だね、これね。僕も皮を剥くのがめんどくさくなってきて、そのまま食べることにした。なんか子供の頃リンゴとか、皮ごと食べるのがかっこいいと思ってた時あるけどね。めんどくさいとかじゃなくて。もう、胃が痛くて、死にそうだ。だけど、食べるんだ。食べなくては。怖いな。いや、だからさ、こう、結果を見せないのが逆に怖いのよ。なんかさっきから。どうなるの？爆発すんの、トール。